統一マレー国民組織、統一マレー国民組織、統一マレー国民組織、略称、んのは、マレーシアの政党で、国民戦線、バリサン・ナシアナルの創立メンバーである、マレー系住民の政党。この項目では、イカ略称で通す。1945年、現在のマレーシアと呼ばれている地域、マラヤは、第二次世界大戦終了後、再び、 イギリスの植民地、マラヤ連合となった。しかし、マラヤ連合は、数多くの反対に直面する。1946年5月11日、ジョホールバルにて、ダ・トオンを当初に迎え、ノが発足する。ノは、強硬に、マラヤ連合に反対するが、この段階では、政治的実権を掌握していたわけではなかった。1948年、マラヤ連合が、 マラヤ連邦へ移行すると、ンノは、政権奪取に焦点を移すこととなった。1951年、これまで、ンノを指導してきた、ダトーンが、マラヤ独立党を結成すると、ラーマンが、ンノの党首となった。詳細は、トゥンク・アブドゥル・ラーマンの項を参照すること。同年、ペナン・ジョージ・タウンでの議会選挙において、急進勢力、中国共産革命の影響が多分にあるが、 勝利を収めると求心勢力の勢力拡大を危惧したマレーシアカ人協会以下 MCA と省略と日下げを結びクアラルンプールでの議会選挙でもジョージタウンの選挙のような事態を回避しようとした結果として12議席中9議席を、N、の MCA アライアンスが獲得しマライア独立等を解体に追い込んだまた各地で実施された議会選挙でもこのアライアンスは 成功を収めた。1954年に実施された州単位の選挙では、国家規模では、アライアンスは268議席中226議席を獲得する勝利を収めた。ラーマンはイギリスへ独立のための施設団を派遣したが、イギリスは断固としてラーマンの要求を拒否した。1955年、マレーシアで初めて実施された 総選挙、1955年総選挙では、インド系勢力を代表する、マレーシアインド人会議、以下、マイクと、省略にもアライアンスを呼びかけ、現在の国民戦線政権の原型が完成する。この選挙では、1959年までの、マラヤ連邦の独立やすべての子供への初等教育の実施、マレー人特権の保護を維持するなどを公約に掲げ、 の単体では34議席、アライアンス全体では52議席中51議席を獲得した残り1議席は全マレーシアイスラーム党イカパ。その結果、ラーマンがマラヤ連邦の初代首相となった。1956年、ラーマンは再度イギリスに独立のための施設団を派遣した。独立のために準備される マラヤ連邦憲法が施行される1957年8月31日をもってマラヤ連邦の独立を勝ち取った。また、アライアンス政府はマラヤにおけるイギリスとそれ以外の外資の資産摂取を行わないこと、イギリス軍のマラヤ駐留を認める条約を締結した。ウィリアム・レード卿率いるレード委員会が憲法の草案を起草した。連邦主義。 立憲君主制といった概念が憲法に導入されると同時に、マレー人の特権の承認、これは憲法3条、152条、153条で規定されたイスラームが国境であることが明記された。マレー語が国語となったものの、加後、タミル語の教育も実施することが規定された。こうして、1957年8月31日、ラーマンの手により、 マラヤ連邦の独立宣言がなされた。1959年総選挙では、104議席中52議席を、のが獲得した。アライアンス全体では、MCA19 議席、マイク3議席の74議席。アライアンス全体が、議会の絶対多数である3分の2以上を獲得した、ことは、政府の再編成と憲法改定を自由にすることを意味したが、 アライアンスにとってすれば、この選挙は内部対立で台無しになった選挙であった。というのも、MCA は104議席中40議席を望んでいたからであり、ラーマンがこれを拒否したことで、MCA の一部がアライアンスを離脱したからである。1961年、ラーマンはマレーシア構想の実現に着手する。マラヤ連合に加え、サバ、サラワク、シンガポール、 ブルネーのイギリス植民地をマラヤに編入することであった。この背景には、マレーシア構想の実現が、マラヤ中央政府による共産主義活動、とりわけ、シンガポールにおいて取り締まることが可能になるからである。また、シンガポールが単独で独立を達成した場合、マラヤの君主制を脅かす存在になりかねなかった。シンガポールの人口の大多数が過人形で占められていたので、 そのバランスを取るために、その他の州のマレーシア編入を起としたものであった。多くの交渉を経て、憲法で合意が得られた。例えば、マレー人の特権が、すべてのブミプトラに与えられた。とはいえ、必ずしもすべての州が、マラや連合九州、すなわち半島部、マレーシアと同じ権利を得たわけではない。1963年7月の交渉をもって、 同年8月31日にマレーシアへ改編されることとなった。このマレーシアには戦術のブルネイを除く州が参加することとなった。以下、マラヤをマレーシアと呼ぶ。ただ、フィリピンとインドネシアはマレーシアの改編に対して反対した。インドネシアはこの改編を新植民地主義と非難し、フィリピンはサバ州は自らの領土であると主張した。 国際連合がその調停に当たったが、インドネシア初代大統領スカルノは、マレーシアとの対決姿勢を強め、東、マレーシアに軍隊を派遣した。この衝突は、スファルトによる政権奪取、9月30日事件で終焉を迎える。また、フィリピンは外交交渉を通して、マレーシアの国際的承認を実施した。1963年の、 シンガポール衆議会選挙において、アライアンスは、シンガポールアライアンスを通して、リーク・アンユー率いる人民行動党と対峙する決定を下した。野の,の政治家は、シンガポール内で、シンガポールアライアンスのために、活発なキャンペーンを展開した。いわく、シンガポールに住んでいる、マレー人は、過人形支配の PAP の下では、二流市民のように取り扱われるであろうとと、 しかし、この支援を受けた、マレー人の候補者は、PAP の前に全員が敗北をする結果となった。政治的な紛争が民族間で起きたことによって、1964年、シンガポールで暴動が発生した、シンガポール民族暴動。マレー人の PAP の政治家であったオスマンボクは、後に暴動は、マレー人の ウルトラと呼ばれるメンバーによって計画されたものと示唆した。アライアンスのリーダー層は、また、リーの振る舞いにも警告を発し、リーは、州首相には、ふさわしくないと主張した。リーは、一つの主権国家の首相のように、行動していると見られており、MCA 出身の財務大臣である丹州新は、リーを、マラや、マレーシアの歴史の中で、最も偉大で、 かつ破壊的な権力者と発言した。一方でリーは、ブミプトラに付与された特権を反対することで、マレーシアの一体性に挑戦していた。リーは、マレーシアは誰が所属しているのか。答えは、マレーシア人である。しかし、誰がマレーシア人であるのか。私は自分がマレーシア人であることを望んでいる。しかし、議会内に私が座っている時々で、 果たして私がマレーシア人であるかどうかを疑わざるを得ない時もあるのだと語った。ラーマンはシンガポールにマレーシアからの脱退を希望するかどうかを決定せざるを得なかった。シンガポール州内閣での多くの折衝を経て、シンガポールは1965年8月9日に独立を宣言することが決定した。シンガポール独立達成後、ののシンガポール本部は シンガポールマレー国民組織と解消した。ンノは、シンガポールの連邦からの追放後は、政治的焦点をマレー人の特権政策の継続に置いた。具体的には、マレーシアの公用語であるマレー語において明らかとなるが、ンノは、マレー語の国語化をなお強力にしようと試み、この政策は、野党勢力ではあるが、同じく、マレー系を支持基盤とする派の支持を得た。 しかし、PAP のマレーシア支部から名称を解消した民主行動党、ダップは、マレーシア人のマレーシアをスローガンに、ブミプトラの特権にこの政策に反対の姿勢を取った。また、1968年には、マレーシア人民運動党が結成され、ダップと同様人炉に対して反対姿勢を取った。このような情勢の中で、翌年、総選挙が実施された。 民族間の緊張が最も高まった際に、1969年、総選挙その直後に、マレーシア史上最大の民族衝突である5月13日事件が発生する。詳細は、それぞれを参照すること。マレーシア国王は、事態を重く見て、議会開催の延期を決定した。また、東、マレーシアでの選挙も延期された。ラーマンは、首相として、 政権を維持していたが、副首相であるアブドゥルラザクへの政権交代への準備は着々と進み、もはや内閣の飾りの状態に祭り上げられた。求心力の低下は明らかとなっていた。5月13日事件に際して、総選挙で議席を失い、ラーマンにリーダーシップを批判したマハティール・ビン・モハマドは、ラーマン批判の書簡を送った。マハティールは、 マラヤ大学の教授とラーマン追放のキャンペーンを展開した。マハティールはまた議会なしでの女の,の先生政治を要求した。ヒマレー人の共同体はマレー人の商店で働くことをボイコットすることで対抗した。事件後の6月、イスマイル・アブドゥル・ラーマンとラザクはマハティール・オンノの養殖を占めていたムサヒ・タムと同時に女からの追放を決定した。イスマイルは 声明で以下のように述べている。テーゼ・ウルトロース・ビリーブ・イン・ザ・ワイルド、アンド・ファンタスティック・セオリー・オブ・アブ・ソルート・ドミニオン・バイ、ワン・レース、オーバー・ザ・アー・コミュニティス、リガードレス・オブ・ザ・コンスティチューション、ポーラーゼーション・ハスタ・ケン・プレイス・イン・マラジアン、ポリティックス・アンド・ザ・エクストリーム・レイショリスト・アマング・ザ・ルーディング・パーティー・ア・メイキング・エイ、デスプリトビド・ツート・プル・ザ・プレゼント・リーダーシップ。議会制民主主義を どのように回復させるかという問いは NOC ナショナルオペレーションズカウンシルによって提起された。NOC はラザクが中心となって5月13日事件の収集を行うために組織されてた。マハティールのように NOC に議会制民主主義を廃止することを要求するんのメンバーもいた。ラーマンやイスマイルは議会をできるだけ早く開催したい意向であったのに、対しラザクは ラーマンやイスマイルを説得しつつも、より強力なアファーマティブアクションを実施すべきだという考えで揺れていた。延期されていた東、マレーシアにおける選挙は1970年に実施された。この選挙の結果、アライアンスは再び議会の3分の2以上を占めることとなった。また、同年8月31日、ラーマンが政界からの引退とラザクへの前状が発表された。 ラザクは議会を1971年に再開することを決定することとなる。1970年にラーマンの後を継いで首相に就任したラザクはアライアンス内での女のリーダーシップをなお強力に発揮するようにした。ラーマンがアライアンスを指揮していた時には必ずアライアンスのリーダーに政策を尋ねていた。ラザク内閣において 最も政治的に権力を握っていたのは、イスマイル・アブドゥル・ラーマンとガザー・リー・シャーフィーの両名であった。この二人は、マレーシアにおいては、ウェストミンスター型の議会システムは、不適当だと唱えていた。ラザクは、また、ウルトラと呼ばれ、運路から放逐されていた、マハティールやムサヒタの復帰を認めた。マハティールは、マレーシアで、 直ちに発禁処分となったマレージレンマを表したことによって追放処分を受けていた。加えて、運の創設者の打倒音の息子であるフセイン音が運の内で休診を遂げていた。1973年にイスマイルが心臓発作で急死するとフセイン音は副首相の座を継いだ。加えて、マハティールを教育省の座に据えることでマハティールを UM ナナンンバーバー3として認めた。1971年、ラザク内閣は新経済計画の開始を宣言する。その目標は高度経済成長を達成させ、そのためには5月13日事件の時にはマレーシア経済の中で1.5%しか占めていなかったマレー人のシェアを上げて民族の区別なく貧困を撲滅することにあった。 具体的な数値目標として、1990年までに、マレー人の経済的シェアを30%まで高めることが掲げられた。ラザクは、加えて、アライアンスに対して、野党の立場に立っていた、いくつかの政党を与党勢力として取り込んだ。具体的には、グラカン、人民進歩党、PPP、全マレーシアイスラーム党、パト、東マレーシアの諸政党に、 アライアンスへの参加を呼びかけた。この新しいアライアンスのことを国民戦線 BN と名付けられた。1974年に公的に国民戦線は産声を上げ、1974年総選挙に参加した。この選挙の前年、国民戦線内で一部意見の対立が起きた。過人の意見をできるだけ 強力に反映させたい一部の指導者層が MCA やグラカンを去ったのであるが、すでに MCA はもはや国民戦線内部で唯一の過人系の代表でなかった。1974年総選挙において初めて首都クアラルンプールが連邦直轄領としてスランゴール州から独立した単一選挙区となった。この選挙区の分割においては、 国民戦線がダップに対して優位に立つように仕組んだゲリマンダーということで避難を浴びた。というのもダップは都市に居住する住民から多くの支持を得ていたらである。ダップとグラカンを去ったメンバーは政府の方針に反対の立場を取った。彼らは国民戦線が議会で3分の2以上の多数を取らせないように呼びかけたがマレー人の特権の廃止を論じてはならないという理由で このキャンペーンは大きく制限を受けることとなった。選挙結果は154議席中135議席を国民戦線が占めることとなった。1974年総選挙終了後、国民戦線、特任のは東、マレーシア、サラワク州、サバ州に統制の拡大を起とすることとなる。ラザクの統制拡大戦略について以下に記す。 サラワク州で最も重要な野党勢力は、ダップと深い結びつきがある、サラワク国民党、スナップであった。当時、ジェームス・ウォンが指導していた。ダップとスナップは、国会で合わせて旧議席を有していた。スナップは、国民宣戦政府の進める政策を批判し、イ邦ン人のようなサラワクに古来居住している人々を、阻害しているという批判を行った。 スナップは1965年、アライアンスからサラワクでの自治権拡大の要求をした県で追放処分を受けていた。選挙後、ジェームズ・ウォンは治安法に基づいて逮捕され、スナップはレオ・モギーを新しい代表として選出する。レオは1976年のスナップの国民戦線参加後のウォンの保釈を保証していた人物である。しかしながら、 スナップのサラワク州政府内での役割は顕著に目立って減ってきている。今では、スナップの党首は重要でない閣僚ポストを割り当てられていることから明らかである。のは、ユスの統一サバ国民戦線を通してサバ州政府をコントロールした。1973年、イスラームがサバ州の宗教を従来はキリスト教であったとなり、 カダザン語のような民族固有の言語の使用が停止された。また、ユスの党首のムスタファハルンは、エンコ政治の典型として知られている。具体的には、木材の開発、贅沢な生活、クイーンズランドにある100万オーストラリアドルの邸宅である。46年制新党があのより分裂した原因は、マハティールの独断的な政策運営に対する党内批判である。 マハティールは1982年に実施された総選挙において国会での地盤を固めた国民戦線122議席、パコ議席、ダップ8議席、諸派、無所属9議席。その結果、スルタンの権限の弱体化、政府系金融機関の不良再建処理の断行の実施を進める子になるのだが反対派はこの政策運営を 独断的であると批判したのである。マレーシアの報道陣は、マハティールが所属する陣営を、チーム A、マハティール批判を行う、陣営、財務大臣のラザレー・ハムザ、副首相ムサヒタムが含まれていたを、チーム B と呼んだ。チーム B のマハティール批判の主眼は、新経済計画が貧しい、マレー人に対して利益をもたらすということに失敗したということであった。 マハティールはチーム B の批判を根拠がないこと、マレー人の一体感を損なっていること、欲望にのみ動機づけられていることと反論した。1987年4月に実施された党大会では、マハティールとラザレーが遠くびの座を争い、761対718の僅差で、マハティールの再任が決定した。マハティールは反対派を重要ポストから排除した。 その結果、ラザレイやムサヒタム、アブドラ・バダウィといったマハティールに反対するメンバーガンのから脱退し、46年精神党を結成した。マハティール第二の政治危機は、1997年に発生したアジア通貨危機克服のための経済運営をめぐって、当時の副首相兼財務省であったアンワル・イブラヒムと対立したことに起因する。アジア通貨危機の原因は、 海外から大量の資金が流入し経済が活性化したことにある。そのことに関しては、タイをはじめとする東南アジア諸国も同様の経済運営を行っていて、また、アジアニーズ、韓国、シンガポール、香港、台湾に次ぐ地域として、東南アジアは高度経済成長が達成したこともあるので、海外からの資金流入政策に対しての評価は分かれるところである。しかし、 課題として浮き彫りになった点は十分な投資先、結果的に高付加価値産業への移行が十分になされていなかったために投資資金は不動産や観光、リゾート業に投資されてしまった確保されていなかったこと、加えて外貨準備が十分に積み上がっていなかったことが挙げられる。マレーシアにおけるアジア通貨危機の結果は1998年においては マイナス七パーセントの経済成長という数字で明らかであるが、マハティールの取った政策は、他のアジア諸国と異なり移植を放った。白石隆氏の指摘によると、マレーシアの歴史を振り返れば、経済成長率が三パーセント以下になると人種間で、緊張感が高まる。生活が実感として良くならない、気に入った職がないということで、カジンとマレー人の経済格差が強く意識されるように、 なる。マハティールは5月13日事件以降、最大のマレーシアの危機に直面した格好となったが、タイ、韓国、インドネシアが固定相場制を放棄した一方で、マレーシアの取った政策は、1998年度予算を前年比18%に削減する緊縮予算の策定の実施、投資資金の国外への送金の禁止、外貨の流出を防ぐ意味合いの政策。 そして、1998年9月1日に実施された 1US ドルイコール3.8マレーシアリンギットにリンクさせる固定相場制への移行であった。IMF がタイ、韓国、インドネシアで取った政策がことごとく失敗したこともあり、一国だけが世界的な通貨動乱からの一時的なシェルターに置いたのであった。年秋には、 投資資金の国外への送金の禁止が無条件に解禁されるなど、マハティールの経済運営は一定の成果を見ることになるのだが、IMF 型経済政策をマレーシアにも導入しようとしたアンワル・イブラヒムとの対立は明らかとなり、1998年4月にはアンワルの福祉証券財務省の罷免、9月のイスラーム法の基づく逮捕、汚職及び、 同性愛の容疑を行うことで反対派をんのから締め出すことに成功した。マハティールは自らの後継者をアンワルからラザレート・マハティールの間の橋渡しで副首相として活躍したアブドラ・バダウィを指名することで自らの任期を務め上げた。2003年10月31日、アブドラ・バダウィがマレーシアの首相となった。マハティールと 対極的な個性を持つワブドラは国民に好感を持って受け入れられ、2004年3月21日の総選挙で国民戦線 BN は議席の9割を占める圧勝を収めた。野党、無所属は分裂もあり、わずか21議席に終わった。しかし、アンワルイブラヒムにかけられていた同性愛の容疑は無罪となり、国民戦線の強権体質批判をきっかけに、 汚職体質や炎庫主義への批判が改めて強まった。アブドラといえども、これと無縁ではいられなかった。加えて2020年までに先進国入りを目指すという和和さん2020計画が現実の目標となるにつれ、人々の間特にマレー系とヒマレー系との間の格差が意識されるようになっていった。2008年3月8日に行われた総選挙では、こうした批判が 国民戦線及びアブドラに集中することとなった。また、アンワルは野党間の選挙協力のため精力的に動いて回った。その結果、与党は5月13日事件のきっかけとなった1969年総選挙も議席比で下回り、安定多数となる会員の3分の2を失う大敗を喫した国民戦線合計140議席、うちんの79議席。 2009年4月3日に、アブドラより政権を引き継いだ、第2代首相、ラザクの息子のナジブ首相は、クアラルンプールをイスラム金融のロンドンにすべく、外資企業を誘致する、国際金融地区、トゥン、ラクエクスチェンジ、TX 建設に着手し、2018年、竣工予定、その最優先事業として、国有投資会社、イチマレーシアデベロップメントブルハドを設立したが、 2014年時点で420億、陰に約1兆4000億円の巨額借金を抱えていることが発覚。ナジブ一族と家境計大富豪、上郎による不正疑惑も紛失した。2015年7月には 1MDB 財務省管轄で財務省ナジブが県務からナジブの銀行個人口座への約7億ドル、約850億円の不正入金が報じられ、 8月には首相退陣を求める大規模デモに発展した。ナジブは内閣改造を行って反対勢力を締め出し、政府批判をするジャーナリストらの逮捕、不正疑惑を報じた経済史2史の発行禁止など強権発令で対抗した。これは国民の反発を招き、2018年5月9日に投開票された2018年マレーシア。 会員議員選挙で与党はマハティール元首相を首相候補とする野党連合に敗北。これにより、んのは史上初めて野党となり、建国以来初の政権交代を許す結果となった。東、マレーシアに居住するカダザン、イバン族といったヒマレー人、ヒムスリムが参加しているものの、んのはマレーシアに住むマレー人及びムスリムの代表であると自認している。 日本のイデオロギーの基本は、マレー人の特権を定めた憲法153条条項を維持した上で、MCA やマイクといった非マレー人の政党のリーダーと協調して行動することによって、民族間の衝突を回避することにあるが、憲法153条条項に関しては、論争を巻き起こすことが多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。